我らが鈴木康介監督でございます。前作に引き続き今回もメガホンを撮ってくださいました。今回地方で撮影があって約2週間弱あったんですけど、実際にある老人ホームをお借りして撮影したので、その地域でちょっと生活しようかなと思って、そこの近くでホテルを借りて、うちの前日にまさかにそのホテルで監督に会って、監督も僕と同じことを思ってホテルを撮ってたんですよ。そこから僕と監督のプチ共同生活が始まりまして、朝一緒にご飯をね、朝食を食べ、監督の車で現場で送っていただき、終わったら監督の車に乗せていただいて、夜ご飯を一緒に食べ、ホテルに戻ってきて、ホテルにあるカフェで今日の反省と明日のことについて台本のお話をしたりとかするっていうのが、もう毎日撮影終わる期間まで続きましたね。それが今回第1弾ではなかった大きく違うところですね。監督と密に話して作品に集中できたっていうのが非常にありがたい環境だったなって思います。次の日のシーンが急遽変わったりだとか、作品が膨らむようなことが多々あったので、監督とのコミュニケーションみたいなのは必要なことなんだなと実感しましたし、熱い思いでこの映画を撮っているので、第3弾と続けていきたいなと心から思っている。そんな思い汲み取りながら、たくさんの人が見てほしいなと心から願っております。ちゃんと照れずに誓うから。
時間を共に。ありがとうございました。キャニーはファンで住んでるので嬉しいです。今回説明くれたので今回も楽しみです。ありがとうございました。優しくてですね、この映画にふさわしい優しい作品が撮れたんじゃないかなって思います。また同じメンバーでね、キアニー3離島編、2年後ね、できればなというふうに思ってますので、また会えるまで、公開までね、ちょっと問題を起こさないように、しっかりね、ステップアップして頑張りたいなと思います。ありがとうございました。こうやっていろんな写真を振り返ってみると、自分がこう与えていたなぁと思っていたことが、実は全部周りの皆さんから与えてくださっていたものなんだなぁと、支えられてここまで来たんだなっていうのを再認識する時間になりました。この映画はたくさん大切なことが詰まった映画だと思います。第1弾第2弾とキャスト、そして監督はじめスタッフの皆さんと、それぞれが熱い思いで一丸となって作り上げてきた作品なので、これから第また3弾と未来につなげていきたいなと思う作品なので、応援していただけると幸いでございます。たくさんの方々に支えられてここまで来れたことにも心から感謝申し上げます。今後ともキアニーをどうぞよろしくお願いいたします。以上、戸塚純喜ウェブ対挨拶でした。
が限りあるとしてもそれは永遠にあなたのもの。命はずっとつながっていく、その空が見えなくても心に翼はあるよ。大丈夫さ、きっと飛べるはず。あなたがいる、それだけで僕らは幸せ。